沢田研二さんでお前にチェックインお送りしました。では続いて受理研ファイル033、男の仕事女の仕事。最近女性と男性の仕事の区別がつきにくくなっています、うん、力仕事を女性がやったり、うん、繊細な女性っぽい仕事に男性がついたり、うん、そこでこれから私が言う仕事、女性向きか男性向きかちょっと考えてみてください。あ、例えばスタイリストさんってどうですか、どちらが多いですか。女性の方が多いじゃないですか。あ、そうですか。僕の周りでは女性の方が多いね。でもなんかテレビなんかに出てくるアドバイザーの方って男性の方がね出てたりすることありますけどね、うん、僕は女性ですね。女性向き、うん、僕のとこついてるのね。ああ、沢田さんのところは女性が、まあ、男も女もいるよね。どっちに向いてるですか。どっちに向いてるんだろうな、その人のセンスだから別に。そうそうそう、女じゃないですよね。これはもう両方いきますよね。両方ありですよ。この両方あり。スタイリストね、じゃあ例えば銭湯の番台。これは女の人じゃないと微妙なラインですね。あ、そうですか。え、沢田さん女性なん おばちゃんですか。いや、おばちゃんでも若い子でも。え、20代とかでもいいですか。え、20代が番台にダーンス。いや、それが好きな子だったりなんかしたら嫌だよそれ微妙なところですね。え、うん、何でもなければ、うん、女性の方がいい。男って気持ち悪いじゃん、なんか。番台ですよ、うん。別にでも、おじさんの方が。それとさ、で男だったら女が 見れるわけじゃない。見てますよね。うん、で女の人に男を見せてもいいけども、男に女を見せることないじゃないっていう。あ、そういう意味ですか。女性のことを考えて。うん、あ、なるほど、ね。自分ばっかり見てみたいな。そうか。そういうことか。あ、わかりました。うん。志村さんどうですか、女性で。僕は前行ったところで、昔行った時はね、その、若い女性だったんですよ。番台が。その時まだ僕が19、20歳だから、脱ぎづらいのね。そういうこと？ええ。でちょっと恥ずかしかったね。ああ、男性の方がいい。おっさんの方がいいかな。おっさんの方が。そうかな。じゃあ、赤すりをしてくれる人。あれは絶対女の人ですよ。これも決まりだよ。これも決まり。女の人ですか？うん。男の赤すりはいかん。気持ち悪い。力強すぎるし。そうそうそう。そしたら、レンタルビデオ店の店員さん。これは別にどっちでもいいんじゃない。どっちでもいいなぁと思うんだけど、でもね、ちょっとAV 系の買うときにはね、女性がいると買いづらいですよ。あ、それは本当ありますか。買いづらい、買いづらい。なんかこう、サンドイッチ状態にして借りる方とかいるとか聞きますけどね。うん、一応真ん中に挟んだりして買う、買うんだけど、その時に、これピッピッって、違う AV の画面が急に変わるじゃない。と絶対顔見られるんだよね。そういう時にこんなの見てんだっていう顔絶対されるのよ。男だったら別にね、ねえ、なんか今一番売れてるのない何っていうか聞けるで。女性には聞けないしね。実際行った時に、カウンター見てね、あ、男だなと思って、じゃあこれも買っておこうかなと、じゃあいいかこれもって、まあ、ほんと挟んで行ったのよ。男でもそう挟んでいくんだよ。あ、変わってんだよ、それが今度。女性にいつ買ったいつ買ったのって、また一回りでずーっとこうやって。ほんと。そうか、じゃあ、レンタルビデオ店店員さんは。これね、地方行ったらね、うん、AV は AV だけでね、ちゃんとのれんがかかってるんですよ。うん、だから、一回入ったら全然見れないんですよ。世間の周りからは。あれいいなと思って。え、感情するところも感情するも違うんですよ。へぇー。出てくる時だけちょっと気をつければいいんですけどね。同じ広いんだけど、普通のビデオを売ってるところと、その AV 系と全然分かれてるんですよ。ああ、それは安心して。うん、まあ安心してね。そうか、借りにくい、買いにくいっていうのがあるんだな、女の人だと。じゃあ逆に、女性にやってほしくないお仕事ってありますか？なんだ。お寿司の握るのは女性はあんまりなんか嫌だな。寿司職人。うん。え、それは回転寿司とか何も関係なくカウンターでも。カウンターの方が嫌だよ、とにかくね。え、でもなんかこう繊細な感じでダメですかね。そう？え、いらっしゃい、とかってやるけど。あ、いらっしゃい。なんかこうしとやかにいらっしゃいませどうぞなんて言ってこう一個一個出てくる。ダメ。小料理屋はいいけどお寿司屋さんは嫌だな。なんでだろうか。
なんでなんか、クッとこう握って、おいってこう、威勢力パッとこう出されるんだけどさ、なんかネチネチ、ネチネチ、こう、そんな感じで。ずーっとおにぎり作ってみたいな感覚で。まあ、女の人の方が、何、手のひらとかは冷たいから、いいのかもしれないけどね。ネタが新鮮なものにはなんか。なんかテレビで見たことあるよ。北海道のどっかのお寿司屋さん、女の人で。まあ、手をわざわざ冷やすとか、なんか氷水につけて、それから握るとかなんとかいうような話だったかな。あと、これは嫌だな。あとね、中華のね、炒め物をね、女の人にさせるとね、やっぱああいう仕事で、チャーハンでもそうだけど、ベチャになるね、女の人がやると。さあ、もちろんもう、腕力ある人だったらいいんだけど。中華鍋重いからね。そうそうそう。で、カン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 みたいな、こう混ぜてね、こう回して、中身回してみたいなのは、なんか今まで女の人の料理屋さんだと、まあ上品で、やっぱり手際から考えても男性ですよね、あれは。もう何でもかんでも醤油ちょっと、塩ちょっと、胡椒ちょっとみたいな。お玉でね、お玉で。ねえ。カンカンカン、シャカンカンカンっていうのがないと、やっぱり男性の方がいいね。男性の方がいい。あとできればね、女性にしてほしいのはね、例えば飛行機、海外に行ったりするのさ、パーサーっているじゃん。はいはい。男の人。あれはね、勘弁してほしいな。あれは女の人だけでいいよね。ねえ、女とかで十分だよ。あの、エアホステスさんだけでいいよね。ほんとほんと。うん、挨拶も来なくていいよね。いい、いい、いらない。それがどういう意味で。いや、本日はありがとうございました。いちいちね。名前覚えてさ。パーサーの何でございました。そうそう。あれはいらないと思うんだよ。あれはそうですかね。だって酒作ったりなんかするの、女性に住むじゃんって。そうそう。だから、女の人のとこだけ行けばいいじゃないですか。ああ、分けてね。パーサーはね。うん。だったらいいかもしれない。あの、男の人は。あとね、やめてもらいたいの、ボクシングやめてもらいたいな、これ。女性のなんかあの、モハメッド・アリの娘と、ジョー・フレージャーの娘がなんかやったとかって、ボッコンボコンにあの、殴り合ってるっていうのは、でっかいグラブでやってるの、あれね。でっかいグラブってね、脳みそに響くんですよ。そうだ、女性のボクシングはね。やめてほしいわ。はい、いろいろ男性向き女性向きを考えてみましたが、ここで一曲お送りしましょう。中森明菜さん、スローモーション。